いや、久保さん、まあね、今こういうマイクちょっと使ってますけど、僕は最初この iPhone からスタートしましたね。iPhone 5S かな、iPhone 4か iPhone 5ぐらいから僕は動画を撮り始めたんですけど、今 iPhone 13ですね。時代を感じますね。でもね、その iPhone 5だったかな、iPhone 5S だったかな、その当時結構ガンガン撮ってた iPhone であるんですよ、確か。そうあるんですよ、うん、思い出の品ですね。でもね、僕 iPhone すごいなと思いましたね。今 iPhone13 なんですけど、まあ当時その iPhone 4とかからも動画撮れてたし、別に今最新のものじゃないと動画撮れないっていうわけではなくて、前から動画撮れてたし、すごいですよね。うん。僕初代は iPhone のね、初代じゃないですよね。iPhone4 かな。4はちょっと iPhone4 の外観どんな感じだったかな。iPhone4。iPhone4。あ、iPhone4 こんな感じか。うん。あ、懐かしいですね。もうなんかこう、時代感じるな。こんな感じだったか。iPhone4。うん。多分ね、iPhone4 ぐらいからなんですよね。iPhone4 で iPhone5S に変えたかな。いやー、久保さん、もうこれ iPhone4 っていつだこれ。iPhone4 って販売日いつなんだあ、久保さん、12年前ですね。iPhone4。2010年6月24日、iPhone4。iPhone4、もう12年前ですよ。いやー、早いな。そんなに経っちゃったんだもん。iPhone4、もう12年前ですよ。2010年6月24日。もう久保さんもね、この時期だと思うんですよ。久保さんも iPhone4 とかこの時期だと思いますよ、多分。おそらく。2010年6月24日。でもそうじゃないですか。うん。今回 iPhone4 とかにしときましょうか。まあ iPhone もね、最初、できないこともあったんですよ。iPhone の 初代っていうね。でもそれも結局その iPhone2 とかね、3、4とか5とかね、出してって、どんどん進化してったっていう話で。今すごいですね。もう昔の iPhone に比べるともう圧倒的な性能のレベルアップしましたけども。じゃ最初からここに到達してないですからね、iPhone すら。iPhone すらここに最初から到達してないんで、10年かけてここの境地にね、到達しましたけど、うん、あなたは10年かけてどんな成長してきましたか。いってらっしゃい。